こんにちは、ココです。今回はもしサスケがサクラを殺していたら、ナルトやその後のストーリーはどうなってたのか考察してみたいと思います。後に仲睦まじい夫婦となったサスケとサクラですが、サスケが一番こじらせていた頃には殺す寸前まで険悪な状態になっていました。本編では間一髪でカカシが助けに入り命拾いしましたが、もしサクラが本当に殺されていたらその後の展開はどうなっていたのでしょうか。ナルトの行動は、ストーリーの展開は、ということで、サクラがサスケに殺されてしまったという前提でその後を考察してみたいと思います。ストーリーのおさらい、まずは本来のストーリーがどんな感じだったのかざっくり解説していきましょう。サスケはオロチマルを返り討ちにした後、正体ヘビを結成、イタチを殺害して復讐をやり遂げました。しかしその後、トビによってイタチの真実を聞かされたサスケは、コノハを潰すことを決意し、暁に加担するようになります。コノハとしてもそんなサスケを容認することができなくなり、討伐することが決まりました。サスケを撃つ覚悟を決める同期たちに対して、絶対にサスケを救ってみせると自分を曲げないナルト。そんなナルトの思いを受けて、サクラは自分一人でサスケを殺して全てを終わりにしようとします。同期を薬で眠らせ、サスケの元へ一人で向かったサクラ。自分の里を抜けてサスケの仲間になると言って油断させようとしたものの、傷を負ったカリンにとどめを刺すことを条件として出されてしまいます。カリンを前にしてサクラが動揺している隙に、なんとサスケは背後からサクラに向けて千鳥を放とうとしていました。しかし直前でカカシが助けに入り、間一髪で命が助かったサクラ。カカシは、復讐に取りつかれるなと説得を試みましたが、サスケは過去一の爆笑、いつまでも先生面すんじゃねえよと聞く耳持ちません。その後カカシがシャリンガンを使いすぎてピンチを迎え、サクラも加勢しますが、それでもサスケを殺すことができないサクラ。またしてもサクラが殺されそうになったところで、今度はナルトが助けに来ます。その後はナルトがサスケに、お前の憎しみ背負って一緒に死んでやると心中宣言して別れることとなり、誰も死なずに済みました。もしサクラがサスケに殺されていたら、次にもしカカシの助けが間に合わず、本当にサクラがサスケに殺されていたらどうなっていたのかを考察してみたいと思います。ナルトとサスケの関係は、ナルトはストーリーを通してサスケが何をやらかしても、どんなに中二妙なことを言い出しても常に信じて救おうとしてきました。しかしチームメイトであるサクラを失った場合でもサスケを許すことができるんでしょうか。もしカカシが間に合わずサクラが殺された現場にナルトが駆けつけたら、その場で怒り狂うことは間違いないでしょう。感情がコントロールできずに暴走してしまうかもしれません。そうなったらサスケを討伐するどころではないので、全力でカカシが止めに入り、サスケはごたごたに乗じて姿をくらましそうです。その後結局ナルトはサスケを許せるでしょうか、それとも見限って討伐しようとするでしょうか。おそらくナルトはそれでもサスケを許してコノハに連れ戻そうとするでしょう。そもそもナルトは千住柱間、サスケはウチハマダラに性格や考え方が似ています。かつて柱間は里を壊そうとしたマダラを許しませんでしたが、それ以前のごたごたは不問としています。糸間や河原間を含め柱間の親族が大勢マダラたちに殺されていたことは間違いないでしょうが、それでも許したんです。ナルトに至ってはコノハをめちゃくちゃにしてカカシまで殺したナガトを許した実績があるので、問答無用でサスケを討伐する決断はしないと思います。それにナルトは直前、サスケをぶち殺すと強行に主張する雷影に、それじゃ復讐の連鎖は終わらないってばよと言い返していましたよね。そんなことを言った直後に、さくらちゃん殺したサスケに復讐するってばよはさすがにないでしょう。週末の谷でサスケをボコる手に軽く殺意がこもることはあるかもしれませんが、最終的にはやっぱりサスケを許しそうです。カカシはどうなる。お前たちは俺が死んでも守ってやるとかつて言っていたカカシ、目の前で教え子が殺されるのを見たらどうなっちゃうんでしょうか。カカシは父親を失い、チームメイトを失い、恩師まで失った過去があります。いつ闇落ちしてもおかしくない辛い経験をしてきたカカシにとって、第7班のメンバーはまさに希望と言えるでしょう。この教え子たちを絶対に失いたくないという気持ちはストーリーを通して痛いほど伝わってきますよね。そんなカカシがもし目の前でサクラを失ったら、しかもかつて自分がサスケに教えた千鳥が命を奪ったとしたら、心中斬首の術より深く落ち込みそうです。もしもう少し早く自分が助けに入っていれば、もしサスケを里に引き止められていたら、もし千鳥を教えなかったらと、いろんなもしを考えてしまうんじゃないでしょうか。原作でも第7班をバラバラにしてしまった責任は自分にあると言い、だらしない先生ですまないとサクラに謝っていました。サクラが死んでしまったら、へこみっぷりはこの時の日ではないと思います。しかもこの後かつての友だったオビトが黒幕と判明することになるので、
さすがに鋼のメンタルのかかしでも精神崩壊するかもしれません。第四次忍界大戦はどうなる？トップクラスの医療忍者になったさくらは、戦争中は忍び連合軍の治療に大活躍していました。医療班のテントで次々と医療忍者が暗殺されるシーンでは、ネジに化けていた白舌を見抜いて叩きつぶっています。もしさくらがいなかったら、医療班は疑心暗鬼の状態が続き、治療もストップ、救える命も救えなくなり、負傷者の回復も遅れ、戦力ダウンとなってしまったでしょう。また十尾によって多大な被害が出た際も、さくらが大活躍しましたよね。家中を口寄せして忍び連合軍全員に遠隔治療を施していました。もしこの時さくらがいなければ、忍び連合軍の死者は多大に増え、戦力は激減していたでしょう。戦死者が多ければ戦後の復興などにも支障が出るのは確実です。かぐや戦ではさくらはオビトにチャクラを分け与え、砂漠の空間に取り残されたサスケを救出することに成功しています。さくらがいないとなれば、サスケはナルトと分断されたままで、陰陽の陰が揃わず、かぐやを封印できないところでした。最悪の場合、かぐやに敗北して地球は終了していたかもしれません。戦後のコノハは、仮にさくらなしでかぐやを封印できていた場合、その後のコノハはどう変化するのでしょうか。さくらは戦後、子供のメンタルケアを目的とした診療室を立ち上げ、里の医療忍術の発展に尽くしています。さくらが死亡すればこうした診療室は誕生せず、メンタルを病んで闇落ちする子供は増えるでしょう。そしてさくらがいないということは、当然娘のサラダも誕生しません。ボルトの世界線にサラダがいなくなって大問題ですよね。サラダは感情に任せてすぐに突っ込んでいくボルトを止める冷静な性格、的確な判断力を持ち、小隊長になる重要ポジション、また戦闘でもシャリンガンと怪力でメインアタッカーとして活躍していました。そんなサラダがいないとなれば、新生第7班は大幅パワーダウンです。サスケの結婚相手は、本来サクラと結婚するはずのサスケは、今回の場合一体誰と結ばれるんでしょうか。一番可能性が高そうなのはカリンです。カリンは殺されかけても結局サスケにほだされちゃうタイプに見えます。ただしサスケがカリンと結婚する気になれるかどうかは微妙なところ。サクラは子供の頃からサスケに一途で、自分もサスケと一緒に里抜けすると言ったり、殺そうとしつつもできなかったり、いろんな場面でサスケへの愛を感じました。一方カリンはそこまで深いつながりがなさそうなので、結局サスケは心を開かず誰とも結婚しないかもしれません。うちは一族は滅亡です。まとめ、以上、サスケがサクラを殺していた場合のストーリー考察でした。サクラがいなければ忍び連合軍の死者は増えまくり、最悪の場合かぐやを封印することもできず、地球が滅亡してしまうことになりそうです。かぐやに勝てたとしても復興は遅れ、サスケの結婚と相手もいなくなり、うちは一族は今度こそ滅ぶかもしれません。あの時カカシ先生の助けが間に合って本当に良かったですね。皆さんはさくらが死んだ世界線、どうなっていたと思いますか？コメントお待ちしてます。